はい、年末ジャンボの連番とバラを50枚ずつ。50枚。はい。ここからお出しします、ね。これやめておこう。3、4、5、全部違う国です。10枚、それでは100枚になりました。3万円です。はい、頂戴いたしますね。はい、袋に入れておきますね。はい、全部5枚ずつ。はい、わあ、どうぞ当たりますように。ありがとうございました。ありがとうございます。わあ、買いました。3万円分。これはどうなんだろう。これ当たったらいくらもらえるんですか。3万円も買っちゃった。せいじさん10万円買ってたから、これ当たったらいくら。初めて買いました。初めて。これで私はどうしたらいいの。31日に分かるんだっけな。当たった額による。あ、30万もあれば3億とかってこと。え、32万も買ったの。そしたらさ、あ、10億だっけ。少ないんかな、どうなんだろう。まあでもこれは運だよね。並んでるわ、この田舎町でも。田舎でもこんな並ぶんだ。そう、私神の子だから、今年運いいんだよね。だから買ってみたんだよ。今年なんだかんだ調子良かったなって思って。なんかもっと買いたくなっちゃう。本当だ、12億って書いてある。当たったら12億。12億当たったらもう引退する。悪いけど海外住むかな多分。有馬記念って競馬でしょ。24日だって。私あれだもん、それ以上買っても変わんない。夏菜ちゃん、あ、そっか、夏菜ちゃんギャンブラーだったね。夏菜ちゃんギャンブラーだったね。マジかよ。スクラッチなんて当たんないよね。あ、でも1万円当たったことあるよ。1万円当たったことある。分かった。じゃあ私この3万円にかけます。これは31日に結果が出るんだっけ。ちょっとそれはよくわかんないからみんな教えて。韓国なんて住むわけないじゃん。皆さん買いましたよ。で、この連番が当たったら激アツなんだっけな。連番のが難しいでしょきっと。全部の数字を当てはめないといけないから。当たったら韓国住むわけないじゃん。あ、まあ、どこ住むんだろう。
今日までだよみんな。まだ並んでるわ。今日まで。アイテム来た？あ、高平ありがとう。整形とかの問題じゃないよね。12億当たったら。でもなんかその宝くじってさ、買う場所も大事っぽくない？例えば新宿とか結構出てるよね。ここで いくらいくら当たりましたみたいな看板ないんですよ、うちの地元。なんかね、2万買うんだったらなんか3万円で買った方がお得って誠司さんが言ってた。そうなんだよ、ここね誰も多分当ててないんだよな。大丈夫か。なんか田舎ってそうだよね、パチンコとかも全然当たんないじゃん。当てたら配信、私も同じこと言ってる。もう最悪、もう寝起き顔見せたくないよ。私、まあ、結構ねどうだろう、でも運はいいと思うんだよね。ちょっと待ってみんな。何、宝くじって領収書くれないの？企画としてなんか無理なのそれ。なんかもらえなかったけど、領収書ってもらえないのかな。引き返していい？ちょっと領収書、だよね、レシートくれるよね。いや、それが経費になるかわかんないけど、税理士さんに聞いてみてね。一応もらっとこう。じゃあ一応もらっとく。うわうわ並んでる、めちゃくちゃ。なんかもっと買いたくなっちゃうけどさ、まあでも3万って、うわ並んでるわ。いやーでも3万円は、どうなんだろう。あともう3万いっちゃう、6万円3万でいっか、いいよな。こんな並んでると興奮しちゃうよね。買えば買うほど当たりに近づく。だってさ、当たり1万円とかある？もしかして当たり2万円とか、そういうちっちゃいの当たる可能性もある、マジかよ。いや、私が当てる。私が1億円はいただく。私がいただく。絶対とは言えないけどね。絶対とは言い切れないけど、いやでもやっぱみんな夢を見るよね。欲望の行列です、こちら。欲望むき出し行列。まあそうなんだよな。まあでも3万円でいっかも。
こういう欲が。山田くんコラボ来てるけど何？私今ちょっとそれどころじゃないんだよ。まあ、東京が一番当たるんじゃない。ただもし私が、まあ、3万でいいや、だって なぜかってここ当たってるとこし当たってないと思う。誰も私神の子だしな、どうしよう。やばい、興奮してきた。みずほ銀行行こうも。興奮してきた。押されてきた。やばい。こっちにもある。どっちもで買うか。でもさっきのとこレシート欲しいんだよな、一応。でもさ、どうなんだろう、こっちってさ、人が少ないのなんだと思う。やっぱ人が多い方行くべきじゃん。どう思う？ここ全然人並んでない。並んでる方行く方がいいんじゃないか。ビビッと来たの、あっち。あの欲望の行列並ぶか。ギャンブル嫌いのメイク鏡くじ、こういうなんかほら年末のさ、なんて言うんだろう、ちょっとこう自分の運試しみたいなさ、お遊びでもあるじゃん。こういうのはいいんだよ、きっと。こっちの方がほら、私初めてそんで買うの。じゃあもう一回バラと連番を50、50でいこうか。50、50で。いやー、6万使っちゃうのか、もう分かんないよ。10万円とかあんのかな、あたり。そしたらまあプラスだもんね。宝くじ、31だっけ。31になったら ここにあの持っていけばいいのかな、紙をそのまんま。売れ残り、まあでも何とでも言えちゃうね。まあ、でも私こっちの方がこう来ちゃったんだよ。ネットで発表見る。え、ってことは1枚1枚 見なきゃいけないの？それめっちゃ大変じゃない？それ超大変じゃん。200枚も買うわけだから、ね。
それが楽しみなんだ。いや大変だなそれ。リスナーにだって一枚一枚これ見せてくるのも大変だよ。一枚ずつ見るのが。分かった。6万円どうなるか、バキるか、うん、下2桁を咲かせばいいんだ。じゃあみんなで見よう。今回ネットで買った。単純に1億当てるより2億買わないと当たらない。そんな真面目なこと言うなよ。夢にもないようなこと。え、でもじゃあ私スクラッチで1万円当たったよ。スクラッチ1万当てたよ。ジャンボの、バラ10の連番20。チッ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 。あれなんか違うの？一緒？あー、S。私100、100だから。連番20。うん。年末ジャンボのバラ50と、はい、連番50で、ね、バラもう3連バラしか残ってなくて、はい、組数が同じになっちゃう。どういうことだろう。バラってさ、うん、ここバラバラじゃない、うん、中はバラバラだけど、うん、最初の始まりが同じのになっちゃう。それってどうなんだろう。ダメなんかな。もうね、バラ完売です。そうなんだ、うん、何枚まである。だから同じ組数、その始まりが同じので良ければいくらでもある。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます、はい、意味が分かんないんだけど、どういうこと。意味が分かんなかった。あ、忘れてた。レシートもらうの。ちょっと時間がない。宝くじもう一個のとこ行くか。おい、うわ、いや、でも多分これ買うなってことじゃない。多分もう買うなよって、もう無理だから買うなってことかもしれん。多分これ当たんないかな、買っても。うん、そういうご縁ってことだから。うん、いやもうないもんね。いや、そういうことだと思う。でレシートだけもらって帰るわ、うん、でネットとかで買えたらもう病気で怖いよね。ネットってさ、ボタン押したら買えちゃうからさ、大金を。そういうなんか悪知恵は覚えなくていいや。遅いやつは運も逃がすってこと。え、さっきのってどういう意味なの。こんだけならね。わあ、ミスったな。50、50買えばよかったんだ。あの一番最初に。あ、100、100で買えばよかったんだ。
もういいや、レシート経費になるかわかんないでしょ。いや、わかんない、当たるかもしんないよ。わかんないよ、そんなの。あ、三脚持ってくればよかったな。今手で配信つけてんだけど、まゆまゆダイもいらっしゃい。ちょっと地元に寒い。まゆ運強いから楽しみだよ。私も今年はちょっとねついてんじゃないかなって。コーヒー飲みたいな。ちょっと三脚ないからな。いや、なんかさ、うちのこの近くにさ三脚、あ、じゃあ パチンコあるんだけど、マジでね、あの当ててる人見たことない。携帯で持ちながら、私ね初めてあの買ったの、今年だけはなんかそんな気がしたんだよね。600円当たった。コーヒーだけ飲んで帰ろうかな。しようかな。うん？いや、6万円買おうと思ったんだけど買えなかったかな。そういうご縁かな。買いたかったな、6万円買いたかった。いや、もう今日が終わりでしょ。今日が終わりでしょ。いつも寝起きなんだけど顔がパンパンで、うん、暗いところに置いとくといいらしいよそうなの。こう地元の喫茶店。え、本当にどこに置こうかな。あの、お米置いてるとこに置いとこうかな。じゃあ電波悪い。あー、電波悪いんだ。冷たいところに。
あ、なんかさ、あのそういえばさ、なんかゼロワンが韓国行けなかったってやったじゃん。台湾に行くって言ってたのよ。なんか無課金って人が、あの政治家に連絡して、あの何阻止したらしいよ。すごくない？私それ冗談だろうと思ったの。無課金って知らなくってさ、無課金って人。TikTok のなんか配信者ってなんかすごいよね。すごいよね。なんかムカタンって人が、なんか力があるらしい。なんか私、Twitter のトレンドで出てきた人がいて、うわこの人5分、なんか YouTuber ヒカルとの戦いで5分間で3000万稼いだみたいな、やばこの人って思ってた人がいて、それが無課金って人だったね。YouTube でも、あ、へえ。私 YouTube も見ないからさ、全然わかんない。台湾か。みんな台湾 見といて、なんか面白かったら私も行ってみたい。韓国か。韓国だけだと飽きちゃう。なんか面白かったよみたいな、これが面白かったよとかって。私 TikTok 見ないからさ。なんか見る気しないんだよね。なんか見てる人はじゃあこんな感じでこういうところ面白かったよとか教えて。日本人好きだもんね、台湾ね。台湾での彼氏編もあるかもしれないもんね。みんな私さ、コーヒー飲み終わったらさすがに三脚ないからさ、家帰、配信切って家帰ってからまた配信つけるね。カイネが台湾行ってたね。あ、そうなんだ。じゃあ行きやすいんだね。へー、なんだっけな、なんか台湾にさ、千と千尋のをこう舞台にしたようなのがある。台湾だったっけ。あ、そうなんだ。屋台食べ歩き行ったことないんだよ。何泊あったら行けんの？そしたらさ、なんか3月さ、台湾とか、まあ、タイでもなんかこう アジアのどっかと半々で行ってもいいよね。なんかさすがに毎回20日間行ってんだけどさ、ちょっとさすがに長いなって思ってきた。ランタンと、あ、それ台湾なんだ。バリも行きたい。台湾の、あ、なんかね、タクマね、あの私送った荷物が今日届いたらしい。届いたらしい。じゃ行くとしても、じゃ3月ね、3月に2カ国行こうかな。韓国は絶対行かないといけないの、整形しないといけないから。あともう1カ国考えとく。でね、私さ、紅白のさ、衣装届いたよ。紅白の衣装届いた。後で見せる。後で見せる。でもこの後ちょっとさ、1時間カラオケ行ってこよう。何歌うか、あの決めよう。練習してくる、1時間。
じゃあ風呂入ってから配信つけよう。私まだ決めてないんだよ、やばくない？歌